1995年、シューティング界に衝撃を与えるゲームが誕生した。その名はドンパチ。警部の処女作であるこのゲームは、ショット、レーザー、ボムを使い分けるオーソドックスなシューティングゲームのタイプながらも、無数の弾をかいくぐる喜びとコンボをつなげて高得点を出す快感を、初心者から上級者まで幅広く伝え称賛を浴びた。また2周目の敵を倒すと放たれる時間差の打ち返し弾も革新的システムであった。そしてこのゲームを語る上で忘れてはならないのが、2周目の最後に真のボスとして待ち受ける蜂の存在。真のボスであるこのドンパチと呼ばれる蜂の凶暴凶悪なまでの攻撃の数々は、多くのプレイヤーを震撼させた。しかしこの蜂の存在こそが、全国のトッププレイヤーたちの熱き闘志に火をつけ、長期にわたるドンパチ人気を不動のものとした。そして1997年、ドンパチの続編が進化を遂げリリースされた。それが今でも伝説として語り継がれるドドンパチである。ドンパチからより豪快かつ派手になったグラフィックはもちろん、爽快感も増した作品。そして何よりプレイヤーを驚かせたのが、圧倒的なまでの敵弾の数の多さである。画面全体を覆い尽くすほどの大小入り混じった弾は、プレイヤーから弾幕と呼ばれ、明らかに他のシューティングゲームとは一線を画していた。もちろんドドンパチにも真のボス的であるハチは存在した。それが伝説の敵とまで言われた火鉢である。そのカリスマ性は圧巻の一言、前作のドンパチからより凶暴さを増し、火鉢が放つ幾何学模様のような弾幕は、全国のトッププレイヤーたちをも絶句させた。しかしこの悪夢のような弾幕へ、トッププレイヤーたちは挑戦を繰り返し、ついに火鉢を倒すまでに至った。中でも西の長田仙人、東の ZBL ナイと呼ばれる両雄の玉よけは、もはや芸術の域と称され、全国のプレイヤーたちを魅了した。そして2002年、8シリーズの未来を担う21世紀最初の8が発売された。およそ1年が経過しようとしている今も、世のプレイヤーを熱くさせているドドンパチ大王朝である。今作はハイパーと呼ばれるショットとレーザーを一時的にパワーアップさせるシステムが追加され、より戦略性が高まっている。もちろん8シリーズの定番である激しい敵の攻撃も健在。そして今作で何といっても驚かされたのが、2周目のプレイ条件。1周目をクリアするとこのような質問がプレイヤーへ投げかけられ、はいと答えることで2周目がプレイ可能なのだが、なんと2周目突入時に残機が全て没収され、ゼロからのスタートとなる。これがいかに厳しい条件なのかは、この2周目の映像をご覧いただければわかるだろう。しかもこのドドンパチ大王城にも、やはり真のボス的ハチは存在していた。その名はヒバチ。もはや常人では到達不可能と言われるヒバチへの挑戦、それは神の領域への挑戦と言っても過言ではない。ではシューティングゲーム史上最強にして最悪のボス、火鉢。
その凄まじき攻撃の数々、とくとご覧あれ。前作からさらに凶暴性を増した21世紀最初の蜂となる火蜂、発売から1年が経とうとしている現在も全国のトッププレイヤーを苦しめ続けている。次号打倒火蜂とはいかないまでも、初心者でも安心、一から始めるドドンパチ大往生講座を大収録。期待せよ。